匠さんをお迎えしております。堀池さん、よろしくお願いします。はい、実況プレイやっていきたいと思います。メンバーですがですね、ベンテケコーチによくという感じで、あとはまあこんな感じですね。はい、コンピューター相手に、やっていきたいと思います。はい、相手はスパーズです。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフとなります。いい試合を期待しましょう。さあ、リバプールどうでしょうか。こちらがリバプールの先発メンバーです。シクルテル。442のフォーメーションです。今日は442なのか。縦に並ぶ形になっています。こちらがトッテナムホットスパーの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。さあ、リバプール決めに来た。オッケー、得意のシュートであればいいよね。ロングシュートを狙っていきましたが、ちょっと子供すぎる気がする。コーチにこの距離は過去何回も決めているところなので、相手側ああいう形で打たせてはいけないですね。相手のキーパーがちょっといいか。ケビン・リマン、デイビス、サイドチェンジです。エリック・ラメラ、エリック・ダイヤナイスカット。コーチーニョ、ジョーダン・ヘンダーソン、競り合いになりました。クリスチャン・ベンテケ、ディフェンダーを抜いた。どうだ、お、逆サイドに入った。よく入ったね今の。キーパーブラインドですかね。ここ、これがいい。これよく抜けた。そして逆サイド。別の角度からご覧ください。それ取れないかキーパー。おー、すごく死ぬった。リバプールのリードで試合が再開されます。OK、ですね。このままリバプール勝利といきますでしょうか。ハリー・ケイン、ケインがいんのか。ボールはどうだ。神聖ですもんね。コーチーニョ、うまい。ケビン・ビマン、出ない。エリック・ラメラ、さあどうだ。ナイスカット。アラム・ラランミルナ、クリスチャン・ベンテケ、オッケー。このゲームのアウェーチームは現在リーグで最も失点の少ないチームです。いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうですよ。おお、いいサイドチェンジ。サイドを変えます。デイビス、ソン・フンミン、危険な位置です。サイド人数がいないな。緊張感が増してきます。エリック・ラメラ、惜しい。ボールがよく転がっています。うわ、オフサイドじゃないの。クロス来た。キーパーの守備範囲でした。まだまだ持ち込みます。越えろ。うわー、息合ってないな、ベンテケとコーチーニョ。リバプール、ラッキー。でもコーチーニョ良さそうだな。アダム・ララーヌ、キレがある気がする。行ったそばからトラップミスした。ああ、惜しい。エリック・ダイヤ、昔プレーだったかな。サイドへ展開。 OK、 ナイスカット。あーと先行が入ったままだった。
トットナムのスローインからゲームが再開となります、エリック・ラメラ、さあどうしますか。ケインって結構ヘディング強いんですかね、まあ、強そうなイメージありますけど、エリック・ダイヤ、あんまりやばい、これやばい、振り抜いた、あんまりね、あの見たことないんですよね、これは外れます、最近出てきた選手なんで、試合生では、生ですから、テレビで、あ、まずい、まずい、あぶね、ボールはキャッチされます、キーパーはな、スパーズの方が強いからな、クリスチャン・ベンテケ、ここで攻守が入れ替わります、ベンテケ、それケビン・ビマー、横へ展開をします、デイビス、エリック・ダイヤ、ここは簡単にボールを渡してしまった、あ、オフサイド、クリスチャン・ベンテケ、プレーが止まります、オフサイドの判定、うーん、なかなかボール取れないですね、我慢の時間が続く感じ、素晴らしいロングレンジのシュート、今のところ相手に決定的なシーンは作らせてない感じがしますね、そのあれこっちは攻撃機会がちょっと少ないな、ジェイムズ・ミルナー、焦って打たなきゃよかった、あ、オフサイドか、オフサイドかなと思って焦って打ったんですけど、まあオフサイドですね、ちょっと出てた、クリスチャン・ベンテケ、わ、速攻取られんのか、エリック・ダイヤ、ハリー・ケイン、ジョーダン・ヘンダーソン、時間切ったんでボール持ってて、ジェイムズ・ミルナー、これで OK、 前半終了、さあ、ロースコアですね、このままいきましょう、さあカードを切ってきました、観客が席に戻る中、ここアンフィールドでは後半戦がスタートしました、そうなんだ、アンフィールドなんだよな、ジョーダン・ヘンダーソン、OK、強引に切り崩してきた、オッケー、いい綺麗な崩し、珍しくベンテケ活躍してる、これはもう今日は止められないといった感じでしょうか、うん、ダイレクトが続きましたからね、トビー・アルベル・バイベルト、アルベル・バイベルト、アルベル・バイベルト、この選手アルティメットモードで持ってるんですけど読めないんですよね、クリスチャン・エリクセン、アルベル・バイベルト、これは来た、シュートはしっかり詰めている、アダム・ララーニ、ジョーダン・ヘンダーソン、惜しい、エリック・ダイヤ、詰めてる詰めてる、サイドへ振る、取れる取れる、ここどう出ますか、クリスチャン・エリクセン、まあ、エリクセンはない選手だから、ただエリクセンあの位置でプレーさせてれば、ソン・フンミン、持ってる、さあどうする、ソン・フンミン、クリスチャン・ベンテケ、ボールを取りに来ました、ナサニエル・クライン、前方に運びました、ソン・フンミン、横へ展開、エリック・ダイヤ、この辺詰め時、
クリスチャン・エリクセン。変えますか。スターリッチ、こういう感じでいこうか。ちょっとポジション合ってないけどね。もう行ってほしい。決まるか。ナイス。オーケー。抜けないか。エリック・ラメラ。ボールは再び足元へ戻されます。サイドを変えました。ロベルト・フィルミーノ。オーケー。トラップ、足の裏でミスしたか。マイボー、ゲイ、これは丁寧に行きたい。すごいファールストローク臭いんですけど、あ、丁寧に行かないった瞬間重要です。ミスった。シュート。すげえ吐き出し方今の。コーチーニョ。いや、そっちじゃないよね。キッパーなんか見てる。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。ホラッキー、これはどうなりますか。クリスチャン・エリクセン。ナセル・シャドリ。さあどうしますか。クロスは失敗しました。ほとんどチャンス来ないですね。トットナムのコーナーキックでチャンスが続きます。なんか守備してるばっかだな。キーパー取れたらさすがに。それはオッケー。一気に切り込み。はあ、組み立てだったんですがボールを奪われましたね。クリスチャン・エリクセン。いや、そのストップルック。ナセル・シャドリ。ラッキー、今下げてくれて。ここはうまくボールを取りました。クリスチャン・エリクセン。繋がんないんですけど。今のはいい守備だった。アダム・ララーヌ。いや、ずれすぎ。ボールが中盤でカットされました。ナセル・シャドリ。やばい、点入るなこれ。振り抜いた。あぶね。残念、わずかに取れました。すげえ、もうギリギリだ。ジェームズ・ミルナー。ミルナーが全然光ってないんですよね、オフサイド。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ハリー・ケイン。クロスを出した。ラメラ。うわ、ナイスキーパー。オフサイドトラップ失敗したね今感じ。これはノーボールのようです。映像で見るとボールはラインの手前ですね。これをリアルタイムで判定するのは難しいですね。うわ、キーパーに点取られた。マジか。ここはスパーズが決めた。これはびっくり。反応が良かったですね。見事なフィニッシュでした。おお、これはキーパーにしてはすげえうまい足技。いやー、試合は勝つけど試合内容は完敗って感じです。ミルナ。ロベルト・フィルミーノ。
ダラーン。ここで打つ。ボールが収まります。ボタン間違えた。もう1点欲しい。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。どうだ、決まった。うわ、決まってしまった。何やってんだ。同点、ここは延長戦いくか。次のゴール、ここオフサイド取れんちゃったな。終了間際に同点ゴールが決まりました。決して試合には絶対な、なんかリワプールらしい試合です。やりましたね、やっと来ましたね。ついに追いつき、うわー、ひどい試合。クラシックでいこう。疲労が一つのキーワードになるのでしょうか。ね、このリバプールの、ね、フォーメーションやっぱ攻めにくいんですよね。ディフェンスがうまく対応。キャロル、トビー・アルデルバイレルト、ハリー・ケイン、OK。狙っていった。止める、止めます。もう味方でさ、何ブロックしてんのって感じ。デイビス、ハリーケイン、トットナムのチャンスになりそうです。取りに来られましたがボールを渡しません。うわー、ずれた。シュートだ。得意のロングシュートでしたが、ね、ゴールネットを揺らすには至りませんでした。すっかり気象中。今のシュートを見せられちゃうと次は寄せていかないといけないわけですから、効果はありましたよ。コーチーニョ、いやー、キャロル、いや無理か。シュート、得意の形でロングシュートを狙っていきましたが、変えなきゃダメだな。もうコーチーニョ、これはミスになりました。この距離は過去何回も決めているところなので、相手側はああいう形で打たせてはいけないですね。ここさあ、フォローも来ています。出てんのかい。エリック・ラメラ、このまま後半行きたいと思います。完敗だな。でもそれにしても今のところ試合内容は残された15分の開始です。スパーズ強えな。テクニカルな選手が多い感じしますね。ロベルト・フィルミーノ、リバプール、ジョアレー、オッケー、入れた選手が点取った。決まりました。オッケー、ボールがゴールに吸い込まれていきました。確かに動きがちょっと良かった。ゲームのバランスが崩れます。スコアが動きました。どうだという様子が伺えます。これよく出した。シュートコースないように見えますけどね。こちらのカメラからの映像です。ここ、ね、うわ、あそこ背中抜けていく。さあキックオフ、試合はリバプールがリードしています。いやー、キーパーに点取られるわ。ケビン・ビマー、負けたら立ち直れ。なんでそ、エリクセン、うわ、マジかよ。同点弾です。スーパーゴール出すぎじゃないのこれ。同点です。ちょっとリプレイ見ましょうか。この後の展開はもうどうなるでしょうか。こっからですよ、これ。展開です。うっそ、違うアングルから見てみましょう。うわ、
うわー、すごい試合になりました。素敵なディフェンスを期待していた人は肩透かしを食らったかもしれません。どちらのチームも大量にPK戦はねやらないつもりです。ジェームズ・ミルナー、ジョー・アレン、ジョー・アレンだな。これでリードを奪いました。残り時間はあとわずか。また誰、これは決定的と言えるでしょう。ここでの勝ち越しは大きいですね。入れて埋まっちゃった。もうこれで後ろから飛び出しがいいね、この選手。どちらのチームもシビアガードなどという言葉とは無縁です。まだまだゴールの予感がします。堀池さん、自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、試合を決める。このプレーはホイッスル、バッツ、トットナムにファールがありました。あ、ファール。OK。見るな。出た。オーケー。あ、時間潰せばよかった。これが最後の攻撃となるかもしれません。残り時間は。オーケー、勝ちました。試合終了。いやー、すごい試合でした。試合が終了いたしました。堀池さん、永久保存版かな、ちょっとこっちとしてはね、あんまりいい感じではなかったですけど、いいシュートが多かった。大きな勝利ですよ。クリスチャン・ベンテケ、ディフェンダーを抜いた、どうだ、決まった、ゴール、リバプール。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければまた、ご視聴いただければと思います。